コローニはイタリアに本拠地を置くレーシングチームで一時期会一に参戦していた。創設者はエンツオコローニ。コローニ FC188 バイトコローニは地元イタリア海3の競合チームとして活躍していたが、1987年イタリア GP で会一に初参戦した。しかし、同グランプリでは予選通過を果たせず、 決勝に進出したのは2 0 0後のスペイン GP だったが、完走はならなかった。この年は、イタリア GP とスペイン GP の2戦のみに参戦した。1988年より、フル参戦を行い、新型車の FC188 と FC188 バイトを投入した。第一の決勝初完走は、同年代4戦メキシコ GP だった。 1989年は、ロベルト・モレノとピエール・アンディ・ラハネルの2課体制となるが、当時参加台数が40台近くに達したために、予備予選に回されてしまう。その結果、決勝進出は13回に止まった。またカナダ GP より、ニューマシン C3 がデビューしたが、スポンサーにも恵まれることはなく、資金不足に悩まされる。結果的に、1989年、 ポルトガル GP でのモレノがコローニにとって最後の決勝進出となった。1989年末に富士重工業が1億円でチームの株式の半分を買い取り、1990年はスバルコローニとしてエントリーを行った。スバルとモトウリモデルニが共同開発した水平対向12気筒エンジンを搭載したが90年開幕戦。 アメリカ GP 予選では信頼性の問題もあって1周5分という惨憺たるタイムを記録し、その後も予備予選すら通過できない惨憺たる結果が続いた。結局イギリス GP をもってスバルと決別し、フォードコスワース DFR エンジンに切り替えるものの決勝進出はならなかった。1991年は前年のマシンを改正レギュレーションに合わせた C4 で戦うが、 資金難と脆弱な開発体制から F3000 に持ってきても勝てないだろうと告評される状況で予備予選でも最下位の常連になり一度も予備予選を通過できなかった。シーズン終盤には日本の若手有望株の一人であった服部直樹を要し、さらに日本 GP では一口2万円での個人スポンサーを募った。鈴鹿に現れたマシンには サイドポンツーン上部に細かく個人スポンサーの名前が並び耳なし法一と揶揄されたが予備予選を通過できなかった。コローには下イチチームをイタリアの製菓メーカー社長のアンドレア・サセッティに売却したがチームにはマネージャーとして残る。ちなみに売却されたチームはアンドレア・モーダとして翌1992年の F1 にエントリーするが 結局同年のベルギー GP を最後に、会一から追放処分を受けている。会一を撤退した頃には、解放ミュラで活動を行う。地元イタリア会3のほか、国際会3前にも参戦している。また、イタリアを中心にヨーロッパを転戦するユーロ3000選手権では、自らシリーズ運営にも携わっている。2006年からは、 ジャンカルロフィジュケラがオーナーの FMS とパートナーを組んで参戦。途中から参戦した元回一ドライバーであるジョルジオ、パンターノによって参照を上げている。車体になっているドライバーは、スポット参戦など、回一回三回三前。ありがとうございます。